高松智美無線美は、日本の陸上競技選手、中距離走、長距離走。アジアクロスカントリー選手権、ジュニア団体金メダリスト。父は2001年長野マラソンで優勝した、ケニア人のマクセル無線美。母は、日本人。高松望む無線美は姉。生まれはケニアで、1歳になってから日本で暮らす。大阪カオルエ女学院中学校、高等学校卒業。 中学時代から姉、高松望む無線尾を追って多くの大会で活躍した。ジュニアオリンピック3000メートルで優勝し、全国女子駅伝2区では2年連続で区間賞も獲得した。高校時代には中学から競い合ってきた田中望美み和田ありなら共にトラック、駅伝、クロスカントリーで活躍した。高二の時に全国高校駅伝で2で、 区間2位となりチームの優勝に貢献し、翌年には連覇を狙うも果たせなかった。駅伝の強豪名城大学に進学すると、同期の和田雄彩、一歳上の稼だ理科など、チーム内でも競い合い、特にトラック種目で大きく実力を伸ばした。1年生で第102回日本陸上選手権1500メートルで優勝し、 日本一彼でも1500メートル5000メートルの2冠を制した。チーム初の大学駅伝2冠、全日本大学女子駅伝、富士山女子駅伝にも貢献した。しかし、2年生後半以降、故障のために主要大会ではほとんど活躍できない、不本意な状況になっている。各種の大会での記録が前年を下回り、全国女子駅伝では、区間順位が大きく下がった。 それでも、大学駅伝では2年連続の2巻に貢献するなどの活躍は見せた。身長1 4 8トルと小柄だが、大きなストライドで力強く前進する奏法である。トラックでのラストスパートの切れ味は抜群で、それを武器に大きなタイトルを獲得してきた。2段階の動きでストライドを伸ばす、独特のランニングフォームは迫力さえ感じさせる。 大学2年に入ると思うような記録を出すことできないレースが続いた。特に5000メートルでの不振は陸上ファンに大きな心配をかけていた。大学3年次後半以降復調を見せている。今後は1500メートルが活躍の場になると思われる。ありがとうございます。